この実況を見るときは、部屋を暗くして、画面へ近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうも、おはようございます。こんにちは。こんばんは。今回もやってまいりました。K の大冒険です。というわけでね、今回もゴジラ VS の実況やっていきたいと思います。ちなみに今回は全員リスナーさんということで、今回はヌルヌル芸人になると思います。皆さんすいませんね。前回はカクカクで。カクカクですいませんね。ゴジこれ嬉しさのあまりに喜んでぴょんぴょんやってるのかな大丈夫か大丈夫か大丈夫か撃つぞ大丈夫か貴様めがけて撃つぞいいんだな早く席につけ早く席につくんだ行くぞおおおおおおおバニゴジのね方にカメラやっちゃって爆風で見なくなっちゃうからねこんな感じのアングルかなおーっと俺が遅いんだね俺の出が遅いんだねこれねこれちょっとおー、ジェットジャガーすごいズームで撮ったよ。かっこいい。それ俺当てだよ。それ俺当て。それ俺当て。いくよ。おー、何ドヤ顔かましてんだ？おー、何ドヤ顔かましてるんだ？ゴジ、これ、行くぞ！はい、すぐ撃つ。ケツ撃つってけど、まあいいでしょう。まあいいでしょう。それがジェットジャガーでしょう。さてと、やりますかね。はい。OK。はい。OK。よっしゃ、行くか。ほっ。いいよいいね、乱戦には持ってこいなね、ビオランテはね。いいよみんな俺磨けてきたうわっすいおー、やるじゃないか。おー、避けたおー、避けれてないな。おー、なんだやるかほいおー、いいね。いい避けだ。ほっゴジラ地味に食らってるバニゴジ地味に食らってるぞおー、あれおー、入った。おー、避けていく。おー、範囲すげえな。いたちょあ、ジェットジャガーが浮いてる。ジェットジャガーが浮いてる。浮いているほいおー、すごいアングル、すごいアングル。おー、すごいぞ、このアングル。おー、なんかちょっとかっこいいね、このアングル。おー。ほっかっこいい、このアングルなんかかっこいい。いたいいね、いいよ。おお、ジェットジャガー小賢しいな。ああ痛い。おーし、おーし、おーし、よし、飛べ、ジェットジャガー違うか、この飛び方ちょっと違うな。おーっと、壁にやっちまった。これはまずい。ほっ横からの攻撃突っ走っていくビオランテだが真ん中に来るのはよくない。おお四方八方から攻撃が飛んでくる。ジェットジャガー駆け巡る。当てにくい全部大体バニゴジさんに当たってくる気がするぞ。おーおーおーおお、ちゃんと回避のタイミング分かってるね。ほっいた！やるじゃないか。ビオランテは高く飛び越えられなかったみたいだな。ほっ！おー、これも避けていくか。おら！おーっと、それきつい！おー、逃げていくか。なるほど。いた！いいね。おーっと、それは痛い！さあ、どうなる？なかなかみんな意外といい体力の持ち方というか、なんというか。さあどうだ
ほっ、これで地味にみんなの体力を減らしていく作戦でいこう。おお、ジェットジャガーにも当たってるみたいだな。これ乱戦にはもってこいだな、ビオランテ。ただね、おっと危ない、あーやばい、だいぶ削れた。まずい、あと一撃で死んでしまう。あれどこだ、ジェットジャガー、こっちか、貴様。逃げようったってそうはいかねえぜ。バニゴジとビオランテさんのお出ましだ。そこそこ、よいしょって一網打尽。でもなんか今回結構手加減してもらった気がするんだけど、気のせいかな。みんな優しいからな。はい、ということで今回なんとか勝つことができました。ね、200話以来かな。200話以前から勝ってなかったから、うん、やっとですね。みんなの優しさで勝てました。ありがとうございます。てかビオランテ楽しいね、乱戦になるとね。で、乱戦になるとみんなの目線がこっちに来るからちょっと辛いね。いや、楽しい楽しい。あとギドラもね、そのうち育てないとね、人気ですからね。あとゴジラ2018ではギドラがメインで敵で出てきますからね。うん、楽しみですね。だからそのなんていうのかな、ちょっとサプライズ、もうここで言っちゃったらサプライズでもなんでもないんだけど、ちょっと企画をしようかなと思っていましてですね。まあ今見てる方、今僕のね、あのこのゴジラの実況を見てくれている方はですね、多分まあ常連の方が多いかなと。おお、言ってるそばからキングギドラさんが出てくれたね、素晴らしい。さあ、平和協定をやってみる。平和協定をやってみる。ただ、この ID 的には俺初めて見るな。この ID は俺初めて見ると。おお、やってくれないということで、完全にノラですね。ノラでヒットしました。おー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 、攻撃を仕掛けてくるのか、攻撃を仕掛けてくるのか、どうなんでしょうね。歩み寄ってきましたと。はい、攻撃。はい、すかさず攻撃してくるので、対処しましょう。ほい、ほい、ほい、よいしょ、よいしょ、ちょ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 からの着地からの容赦なく切り込む。よーし、いいね。危ない。これは2対1されそうで怖いですね。ちょ、連続が厳しい。さあ、もう一発くんだろ。おお、ほな、また。おいしょ、おお、やるじゃないか。おお、誘われた。これなかなか厳しいぞ。でも、ギドラさん俺のこと攻撃してこないね。なんでだろう。さあ、このまま攻めていく。ほっ。おいしょ、しょいしょいしょい。それを考えていたのね。いてててててて。でも君のダメージも相当だ。おお、ギドラはしっかりみんなを狙うように撃ってますね。素晴らしい。当たれ。おお、避けていく。いいね。いた。いたた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 た。なかなか辛い。なかなか辛いぞ、この状況。おー、すごい大乱闘。でも意外といいかもしれないね。ノラの人でこうやって大乱闘になるのね。でも、やっぱ一番俺が食らってるっていうね。ギドラを最初、結構近くに寄せすぎたね。敵かなーっていう風にね。まあ、やっぱりね、平和協定しない人とは、多分できないと思った方が確定なので。まあ、そうだよね。まあ平和協定しなかったらもうこっちから攻めに行っちゃってもいいんじゃないかってくらいね。いや、ギドラさんすごい。最初俺結構ガリガリっていうかゴリゴリで、結構狙っていたのにも関わらず、ちゃんと乱戦にしようとこの心がけているこの姿かっこいい、素晴らしい。キングギドラのキャラクターかっこいいし、使っている人間の中身もね、イケメンというこのプレイの仕方、素晴らしい。いいですね。そしてあのゴジラ。うん、あのバニゴジ、放射熱線撃ってから逃げるというあのダッサい作戦。うん、すごく筋肉はないですね。うん、このキングギドラさんはほんと男っていう感じのプレイヤーですね。いやー、素晴らしいと思います。私的には。ね。やられたらやり返す。やられる前にやる。そして、二人とも敵に回すと。ほっ。
それ届くかな。おー、取れた。バニゴジ来てる。ほら、なんかあいつ放射熱線だけなんだよね。多分もう一発でしょ。でしょうね。多分もう一発来るか？ですよね！おー、厳しい。あの野郎。え、まだ撃つの？いってー、死ぬ。これまずいの。これギドラがどういうことするか。あー、ギドラやっぱり攻撃するんだ。あー、ということでね。あー、まあ、とりあえず、まあ、動画の宣伝しとくか。ね。あと、その企画の話。はい。動画っつうか、ね、ちょっと企画しようかなと思っていまして、まあ、僕のね、ファンの方が、僕と、通話したいっていう感じのね、まあ、ガジラ使いますか。まあ、青年ということでね。話したいというふうに前から言っていまして。で、俺、リスナーさんたちがたむろってお話ししているところに乱入したのって、まだこれ、ゴジラのファンの中では、2回しかないんですよ。はい。ゴジコレたちがいるところと、そうじゃないグループのところに、俺、1回入ったんですけれども、まあ、皆さん、いい驚き方してくれまして。いい驚き方してくれまして、まあ、入った僕も、まあ、嬉しく思えるような反応をしてくれて、まあね、また今後もやっていこうかなと思えるくらい、喜んでいただけたので、よかったなと思います。ね、なのでね、で、その、リスナーさんたちの通話のところに入って、で、映画はどうなっていくのかなっていうお話を、しながら、2018年ゴジラに関する情報をみんなにまとめて動画にしていこうかなっていうトーク動画、作ろうかなとは、思ってます。はい。まあ、そしたらね、まあ、ゴジラファンの方、そしてうちのファンの方、そして、トークが好きな方とかね、いろんなジャンルの方がね、見て面白い動画になるんじゃないかなと思いまして、そういう企画を立ててみました。よかったらね、そのうちやると思いますんで、まあ、みんな通話してたらそのうち俺入るんで、よろしく。ジェネレーター邪魔だな。ジェネレーター壊したいね。ジェネレーター壊したいなぁ。どうしたギドラ、どうしたメカキン。おっ、おー来た。でもね、ジェネレーターが結構な邪魔をしてくれるんだ。おっ、ナイスモスラ、それすごくいい。モスラもうちょい離れてもいいんじゃないかな。こうすればいいのか、こうか。モスラ頑張って画面の半分を。ガメラは、ガメラじゃねえ。確かに俺ガメラ好きだけど。画面の半分を、糸で締めてましたね。しかも、邪魔なジェネレーターを言わずとも破壊してくれるという、この空気の読めるやり方。素晴らしい。おー、暴れ狂ってますね。はい、行くぞ。オッケー、今日が取れた。見えねえ。見えねえ。ごめん、ちっちゃくて見えねえ。合図が見えねえ。よっしゃ、行くぞ。行くぜ。でんてれん、ほいほいほい。おっとっと、やるじゃないか。おっ、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 意外とこれ手がっつり掴まれてんだよね。ちゃんと見るとね。しっかりシステムなってんな、いってー。そんなトークしてる場合じゃねえ。今回は勝ちに行くぞ。行くぞ、みんな。もうちょっ、ほっ、フェイントで吠える、からの、つつけ、の、モスラに、モスラに大ダメージ。ほーん、よーしよしよし。さあ、次はモスラ、君だ。君だ。ほっ。よいしょ。おっ、おー、回転バトル。なんだ、ベイブレードか。おお、糸厄介なんだよね。結構範囲が広いんですよ。ほっ、おお、よく避けた。これはどうだ。おお、避ける。すごいね、この PS の高さ。いいね。おお、避けるか。おお、避ける。
なんというこの回避性能。素晴らしいな。いた。貴様。ほっ。すげえ掴み方。ほっ。いた。やるじゃないか。お、お、お。当たれ。おー、当たらないか。おー、なんかすごい煙だったな。おー、すごい、白熱してるぞ。おっ、掴もうとしたら掴まれた。あー、またビリビリあーおー、なんとモンストロが、おー、すごいダメージ受けているが。おー、おー、これは HP 的に明確に狙うべきだな。均等に行こう。いたたたたたたたもう、モンストロがなんか援護してくれるんだけど。まるで2対1じゃないか。おーおおおしょおーし、落ちた。落下。落下物に注意。こんなもん落下してできたら、たまったもんじゃねえな。ほいほいおーっと、やるじゃないか。うまいね、受け身が。いいね。ほっ。いいぞ。いい牽制の視野だぞ。あとね、このゴジラだとね、あのモスラを捉えるの結構難しいんだわ。うん、スピード的に普通に劣るんだわ。つかめ。おーっと、痛い。これは厳しいぞ。あー、くそ、こっちに来なかったか。狙いどころ。こっちに行くことわかっている。こっこ。いいぞ。ほっ、早く亀。おー、おー、いいね、いいバトル、いいバトル。これね、あの、結構ゴジラ VS やってる方なら分かると思うけど、意外といい勝負してる、これ。意外といい。どうだ、食らうか。おー、範囲を知って、いててててててておー、いいね、いいね。メカキンがだいぶ残ってんだ。これ横に行くな。おー。ほっ、おー、避けるね。いいね、その強さ。いた。おお、2匹とも当たってるぞ。おお、あー、死んだー。モスラの一撃強し。あ、モスラ死んだー。結構ズームアップ。はい、ということでね、今回なかなかいい実況撮れたんじゃないかなと思いますんでね。そんなカクカクもせず、ぬるぬる動いた感じで、そしてリスナーさんと一緒に遊びながら、白熱したバトルを送れたんじゃないかなと思います。でですね、先ほど話した、トークの、動画なんですけれども、まあ、僕の気分でまた入りたいと思いますんで、みんながね、通話してるところにいきなり僕がポコッと入りますんで、もしかしたら、まあ、俺、PS4 の友達人数が、ちょっとやばい桁言っているんで、だいたいウェルカムなんで、友録、フレンド登録は、ウェルカムにしてるんで、フレンド数がもう、鬼テラヤバ数になっちゃって、多分俺が通話に入った瞬間、ファンのみんながブワー来ると思うんだよね。ブワー来るから、ちょっとどうしようかなとは思っているところですね。はい。うん。だから俺が時間がある時にちょうど、通話に誘われたら、鍵付きの部屋とかに入れればいいと思うんだけど、やっぱね、そういうサプライズでちょっとちょこっと入ってみんなを驚かせたいなっていう気持ちもありながら動画を撮ろうと思っているので、なかなかね、ちょっと難しいなと。俺が入った瞬間、ね、ファンのみんなこぞってブワーって入ってくるから、下手したらそのボイスの部屋がバグっちゃう時もあるし、みんな何言ってるかわからないことになっちゃうかもしれないし、うん。ね、もしかしたらなんか喧嘩になっちゃうかもしれないんですけれども。まあ、ちょっとそこはおいおい考えていこうかなと思ってます。はい。まあ、なのでね、よければ、まあ、俺が通話始めたなって思ったらみんな入らずに温かい目で見てください。ね。ただ、動画撮ってるんであなた方の声は全部入ります。いいのかな？無断でリスナーさんにこんなことしちゃって。とは思うんだけどね。うん。でも、ね、動画、映れるぜ。し
かも2018年のゴジラっていうね、ガジラっていうタイトルつけると多分外国の方もね見ると思うんですよ、その動画。なのでですね、結構一瞬で有名人になるかもしれないよ。うん、結構伸びるんじゃないかな、わかんないけど。まあやったことないんでちょっとわかんないですけど、まあ初の試みですね。まあやろうかなって思ってるだけで、やる決定ではないんですけれども、はい、まあよかったらね、その俺の案に対するコメント意見があれば、よかったらコメントにしてください。参考にすると思いますんで、よければいいアドバイスいただけたら嬉しいなと思いますので、よければください。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。